さて直前の久留米は決勝戦4着でしたがいかがでした？それ久しぶりにいい感じで逃げれて、そうですね、ちょっと嬉しいですね。決勝も久しぶりに乗れたので、はい、決勝は吉松直人選手をまくらせずといった競争でしたね。そうですね、2コーナーからいい感じに踏み直せましたし、はい、少し余裕があったので、はい、決勝入り直前の久留米の4着が今までの中で最高の記録ですよね。そうですね、それも逃げての4着だったんで、はい、少し自信になりました、はい、1,2 半戦に上がって間もなく丸1年なんですが手応えはいかがですか？そうですね、だいぶ流れも分かってきましたし、そして決勝でも逃げてそこそこ残れる感じができてきたので、あとは組み立てさえしっかりすれば、そうですね、大崩れすることはないかなと思います、はい、初日はどう戦っていきましょうか？そうですね、もう地元の田中さんもついていますし、もういつも通り先行基本で頑張りたいです。では今シリーズの意気込みをお願いします。今回も3日間バック取って逃げ切る競争を目指して頑張るので応援よろしくお願いします。近況のご自身の手応えというのはいかがでしょうか？ちょっとあんまりよく分かってないところがあるんで、ちょっと走ってみて力を出し切りたいですね。今なんですが戦い方はどんなところをポイントを置いて走ってますか？まあ、基本的にはもう何でもやっていくつもりでやっているんで、まあ位置取ったり、まあ、先行もできたらやりたいですし、まあ、自在に攻めたいですね、はい、今逃げの決まり手が、ね、ついてないんですけど、このあたりつけていきたいという気持ちなどは？はありますね、はい、はい、今ちょっと足が追いついてないんで初日はどう戦っていきましょう？初日は、まあ、自分の力を出し切るように、まあまあ、場所によっちゃいろいろあるかもしれないんですけど、まあ、自分できる力を出し切りたいと思いますね、はい。片岡選手との対戦というのはいかがでしょうか？片岡君とは何回かあると思うんですけど久しぶりになりますね、はい、では改めて今シリーズの意気込みをお願いします。明日から3日間頑張りますので応援よろしくお願いします。直前の久留米は初日特戦でまくりも出てましたね。まくりって、まあ、追い上げのつもりで言ったんですけど、まあ、たまたままくれましたね、はい。決勝戦は短期で5着だったんですがいかがでした？ちょっとね、勝負どこでかぶっちゃって失敗しましたね、この辺は、はい。久留米3走の手応えはいかがでしょう？まあ、あんまり良くはなかったんですけど、まあ、帰って練習してちょっとずつ良くなったかなと思います。近況は、ね、ほぼ決勝入りもさすがに A 級戦では決めてますね。いやいや、前の選考選手が頑張ってくれるおかげです、はい。さて松坂なんですが今年2回目ですね。そうですね、まあ、前回優勝戦2着やったんで、まあ、その時の分まで今回頑張りたいですね。さて初日の特選はどう戦っていきましょうか？まあ、後藤君いるんでしっかり信頼してワニブさんの3人で決めれるように頑張りたいですね。では今シリーズの意気込みも含めてメッセージをお願いします。一世一杯頑張ります。応援してください。